私のターン、ドロー。私は希望をホープをエクシーズ素材としてカオスエクシーズチェンジ。現れるカオスナンバーズ39、混沌を光に変える使者、希望をホープレイ。トラップ発動、スペリオールオーバーレイ。このカードは自分フィールドのモンスターエクシーズ1体のオーバーレイユニットの数が相手モンスターエクシーズのオーバーレイユニットの合計より多い時に発動し、相手のモンスター全てを破壊する。アストラル側のオーバーレイユニットはフォープレイの2つ、96の方はブラックミストの1つのみ。バカな、俺のモンスターが破壊されるだと。ただしこの効果はオーバーレイユニットを使うことでそのモンスターの破壊を無効にすることができる。どうぞナンバーズ96、ブラックミストのオーバーレイユニットを1つ使い破壊を回避。よっしゃ、オーバーレイユニットがなくなりゃ奴は効果を使えねえ。まさか2ターン目で逆転のカード。バカな、貴様はこの状況全てを想定していたというのか。その通りだ。貴様